ここでは、コールドフュージョン MX7 の機能を使って、CFML ページを PDF やフラッシュペーパーと呼ばれる形式に変換する操作を解説しましょう。先ほど作成したリスト、アンダーバー、オールを複製して、新しいページを作成しましょう。まず、ファイルパネルから、リスト、アンダーバー、all.cfm を選択しましょう。ファイルパネルのオプションメニューから、編集、複製を選択します。ファイルが複製されました。複製されたファイルを選択して、もう一度オプションメニューから、ファイル、名前の変更を選択します。ファイル名が反転表示されました。ファイル名をプリント .cfm にしましょう。ファイルに関する操作は Windows のエクスプローラーではなく、必ずファイルパネルを使うということを忘れないようにしましょう。ファイル名を変更できたら、ダブルクリックして開きましょう。まず、先ほど作成したレコードセットナビゲーションバーは削除しましょう。レコードセットナビゲーションバーが含まれるテーブル内に挿入ポイントを置き、タグセレクタからテーブルを選択します。すると、レコードセットナビゲーションバーを含むテーブルが選択されました。デリートキーを押して削除しましょう。サーバービヘイビアの一部が削除されたというメッセージは、OK ボタンをクリックしてください。これで、リピート部分だけになりましたね。しかし、設定したリピート領域は5件でした。これをすべてのレコードが表示されるように変更しましょう。サーバービヘイビアにあるリピート領域をダブルクリックします。リピート領域ダイアログボックスが表示されました。すべてのレコードをチェックして、OK ボタンをクリックしましょう。これで、サーバービヘイビアにあるリピート領域が変更できました。作成したリストを印刷するだけではなく、PDF ファイルにするといった注文があった場合に、皆さんならどうしますか？ Cold Fusion はタグで追加するだけで、簡単にウェブページを PDF やフラッシュペーパーと呼ばれる形式に変換することができます。簡易的なレポートを出力する CFML タグとして CF ドキュメントタグを用意しています。表示したい箇所をこの CF ドキュメントタグで囲む必要があります。また、CF ドキュメントタグの属性としてフォーマット属性があり、この記述を変えることで PDF の出力とフラッシュペーパーの出力を切り替えることができます。Cold Fusion はこの CF ドキュメントタグ以外にも CF レポートタグや別のアプリケーションとしてレポートビルダーを用意しており、強力なレポート機能をサポートしています。こちらもぜひ研究してみてください。それでは操作をしていきましょう。現在デザインビューになっている場合はコードビューに切り替えましょう。CFML の言語を完全に覚えていなくても心配する必要はありません。私たちをサポートする機能がドリームウィーバーにはあります。この中にあるテーブルタグの先頭を見つけましょう。テーブルタグの直前の行に挿入ポイントを置きます。半角英数で小なりの三角括弧を入力してみましょう。すると、関係するコードが表示されます。これをうまく使ってミスがないように入力しましょう。CF ドキュメントの頭文字
C を入力します。頭文字 C が先頭に来るコードが表示されましたね。続いて F をタイプします。すると CFML タグが表示されました。続けて D をタイプします。あとは矢印キーを使って CF ドキュメントタグを探しましょう。エンターキーを押します。するとたった3文字タイプしただけで全てのタグを入力することができました。半角のスペースを1文字挿入すると属性が一覧表示されます。フォーマット属性の頭文字 F をタイプするとまた表示が変わりますので、矢印キーで選択してエンターキーを押します。すると属性として登録する値の候補が表示されました。先ほどご紹介した PDF とフラッシュペーパーですね。今回は PDF を選択してください。すると属性の値が表示されました。半角英数で大なりの三角括弧を入力しましょう。すると CF ドキュメントタグの終了タグが合わせて表示されました。せっかく表示されたのでこれを活用しましょう。この終了タグを選択してカットします。重要なことは終了タグの位置です。テーブルタグの終了タグの後ろに挿入ポイントを置きペーストします。皆さんに入力していただいたタグの構造は画面のようになっていますか？テーブルタグを囲む形で CF ドキュメントタグが挿入されていれば問題ありません。それではプレビューしてみましょう。PDF で表示されました。非常に簡単な操作で PDF 化することができます。今まで1ページに収めることができなかったウェブページも CF ドキュメントタグを活用すればスマートに収めることが可能になります。また、変換した PDF を保存することも可能です。皆さん、お疲れ様でした。誰でもわかるコールドフュージョン MX7 はこれで終了です。基本操作に重点を置いて解説をしましたが、いかがだったでしょうか。コールドフュージョン MX7 には便利な機能が他にもたくさんあります。ウェブアプリケーション制作にぜひコールドフュージョン MX7 をご活用ください。